ガイアの夜明けがこれまで注目し続けた人物がいます。その名は日本ポリグルの小田兼俊さん。小田さんは自ら開発した水の浄化剤をバングラデシュなど途上国を中心にした人々に安く売り、きれいな飲み水を届け続けてきました。みんなが喜んでくれてよかった。この浄化剤、主な原料は納豆の粘り成分。汚れた水にほんの一さじ入れてかき混ぜると、わずか数分で不純物とくっついて沈殿します。これをろ過すれば安全な飲み水になるのです。その小田さんが2012年に向かったのはアフリカのソマリア。内戦が20年以上続き、当時世界で最も危険な国の一つと言われていました。さあ第一歩だ。日本の民間人がソマリアに降り立つのは内戦が起きて以来21年ぶり。ここでもいつイスラム過激派が襲ってくるかわからないため、銃を持った傭兵に守られながら移動します。訪ねたのは戦火を逃れた人たちが身を寄せ合う避難民キャンプ。およそ2万人が暮らしていました。見かけるのはほとんど女性や子供。激しい内戦に苦しめられてきたせいか、笑顔が見られません。まあ想像以上のひどい状態なんだよな。こう現地直に歩いてみないとよくわからないことが多いよね。飲み水はどうしているのか、生活用水が見たいと案内してもらう小田さん。でこの水をね飲んでんだよね。この水飲んで。川の水は泥水というだけでなく、さまざまな排水が混ざり合い汚れていました。キャンプの中にある集会所に住民たちに集まってもらいました。川の水、これがあの川からさっき汲んできました。この水をねあっという間にきれいにして飲み水にします。小田さん、いきなり実験を見てもらうことにしたのです。論より証拠。こう入れました。でこう混ぜます。そうするとね汚れと汚れがねくっつき始めます。川のひどい汚れが浄化剤の力で分離し始めました。上澄みをろ過すると目の前で透明な水が出来上がりました。はい、まるで魔法を見たかのように唖然とする子どもたち。これで飲む。自ら飲みます。安全。さらに消毒した水を子どもたちに飲んでもらいます。大人にも。これ安全な水ですよ、安全な水。
さらに小田さん、大きな浄化装置を作ります。費用は10万円以下。井戸を掘るより安くて安全です。水が一番上のタンクにいっぱいになりました。小田さんが開発した浄化剤を入れかき混ぜます。ワンウェイね、ワンウェイ、ワンウェイ。小田さんの会社日本ポリグルの社員が指導に当たります。40分後、蛇口からきれいな水が出始めました。いつものように自分で飲んで確かめます。小田さんから OK が出ると我先にと水を汲み始めます。きれいな水に目が釘付けになる子供。水がこんなに透明なことを初めて知ったのかもしれません。大人も水を何度もすすります。水はこんなにも美味しいものだった。先が見えない避難生活の中で久々の笑顔が戻っていました。小田さん、最後に日本人の支援で作られたことを示す日の丸を貼ります。遥かアフリカソマリアの地に掲げられた日の丸。涙出るよね。よくここまで来てよかった。なんとか、まあもうすぐ72になるけども、80歳までの間にはなんとか世界中からこの悲惨な状況をなくす手伝いができればなと思ってるし、いっぱい日の丸を世界各地でねあげたいよな。今も変わらず世界中に浄化剤を送り続ける小田さん、今年で81歳になりました。ところで、あのソマリアはどうなったのでしょうか。これがソマリアの女の子やな。こんな映画を初めてだったんじゃないかなと私は思ったね。ひどい生活してるもん。ソマリアへの支援は今も続いていました。国際機関と組んで浄化装置を40箇所以上に設置したといいます。これまで世界80の国と地域に浄化剤を届けてきた小田さん、もともとはダイキン工業の社員。その後独立し技術コンサルティング会社を立ち上げました。なぜ浄化剤ビジネスを始めたのでしょうか。阪神大震災で水の大事さ知って、近くにある池なんか見て、それでなんとかこれを汚い池の水をきれいにできないかなという思いつくから始めたわけです。その際買って読んだ本の中にね、ポリグルタミン酸、これ納豆のネバネバ成分と同じなんですが、これがすごい保水力があって水の浄化に使えるんじゃないかというヒントをね
結局そういうふうに阪神大震災をきっかけに作ったんだけど、なかなか日本で売れなかったんよね。でそういう中でスマトラ沖地震あったじゃないですか。あの時私の社員でね、タイ出身の者がいて、でタイの王室からね、なんか援助してくれないかと言われて、そしたらそこにはフランスのね、援助としておそらく1000何百万かするような浄水装置がプーケットの、ところに据えられてた。でもね、オペレーターも帰ってるし、高級な機材というのは現地は使えなくてね、埃かぶってたわけ。ところが私のやつはもう行って30分後にはね、きれいな水ができて大騒ぎになったんや。それで、あ、これだということで、みんな喜んでくれて、それから日の丸まで立ててくれてね、大歓迎されて、その時ね、ああこういう汚い水飲んでるところまだあるんだなと。田舎の方行くと汚い水使ってる、あこういうところに需要があるんだなというのをなんとなくその時感じたんですよ。そこから小田さんはバングラデシュをはじめとした貧困層向けのビジネスに力を入れてきました。その中で小田さん自身の心境にも大きな変化が生まれたといいます。私はね、ある時から会社を運営して行ければね、儲からなくていいという、儲かることが頭の中でなくなってきた。その運営するだけでも大変難しいんですよ。難しいんだけど、そう欲がなくなってきた。だって周囲みんな貧乏な人ばっかりだから、金いっぱい持った人が幸せになってるかというと、あんまなってないよね。そういうふうな考え方になったのは途上国通いしてからだろうな、うん、本当に私はね、自分でまともな人間でないと思い込んでたんだけど、いろんな子供たちやいろんな人のすごい励ましがあって、もうともかくやるだけやらなきゃという気持ちになる。そうさせてくれたんや、なりふり構わずいいじゃないかと思って、それに応えることできなかったら人間に人じゃないという思いがした。小田さんにはビジネスや研究を共にする弟子と呼ぶ人たちが世界中にいます。だからそれを一度図面も送って、その弟子たちと共にまだまだ世界を救いたい。81歳になった今もその思いは燃え盛っています。今最も力を入れたいところってどういうところですか？やっぱりアフリカだな。アフリカ見てるとね、水源はあるんですよ、汚い水のね、広い川はあるんですよ、ただ汚いだけ。これを上手に利用すると穀物もできる。だからアフリカが本当に世界地図の真ん中で開発が進むとね、世界は変わりますよ。人間にとって一番大事なのはね、飲み水、次がね食べ物、次が住まい。私はその次に教育があればね、
アフリカ大陸変わると思ってる。だから何とかそれに熱中したい、できると思ってる。今のね、その弟子たちが今の勢いで頑張ってくれたら、この弟子たちがどんなに発奮してくれるかを私は願ってる。